塩見春治塩見春次5月17日から1980年11月22日は日本の政治家。参議院議員、実地大臣、厚生大臣を歴任、自由民主党高知県連会長。板垣大輔先生検証会顧問、土佐市名誉市民、塩見文庫の創設者、君一等随法省。塩見春次先生聖徳像。 塩見先生は、高知県選出の参議院議員として24年に、渡り活躍され、その間、自治大臣、厚生大臣を歴任されて、国会のようとなられるとともに、自由民主党高知県連会長として、強度の発展に精神を尽くされました。ことに知識を尊び読書を愛された先生は、和子夫人の協力のもと、塩見文庫を解説。読書推進賞に輝かれると、 郷土の文化振興に多くの貢献をされ、昭和53年には国政への偉大な功績を称えられて、君一等随法賞を授与されました。清廉にして、合法来楽。国を思い県民郷土を愛し、少なからず酒をめでる先生の土佐人気質は、今日なお、県民をして、父のご徳に警護されてやまぬところであります。思い出を置き、この地、文庫の前提に、 文人政治家、塩見俊治先生の聖徳像を混流し、長く、後世にその徳を伝えます。平成3年11月22日、塩見俊治先生像1907年、土佐市屋財に生まれる。寛解を経て1956年、参議院議員に当選。以来24年間在任され、予算委員長、党幹事長等、委員の要職を極め、閣内にあっては、 自治大臣、国家公安委員長、厚生大臣を歴任された。思えば、先生のその生涯は、天の啓示を受けた政治への強い使命感にあり、尽きることのない教育に託した情熱とされなる理想への追求にあった。資材のすべてを投じて創設された、潮見文庫。その広大な施設と永年にわたって、先生自ら選ばれた貴重な文献。 六万七千冊余りの蔵書を高知県に寄贈されるとともに、県並びに、本市に、青少年教育と文化振興のために、巨額の資金を送られている。清廉にして高、孔舞、儀に厚く、文化をこよなく愛した近代稀に見る政治家。合法、冷徹、終罰にして、不正室の大人、潮密瞬時と、その不滅の遺跡を長く、後世に伝えるため常在を持って、 ここに巨星の像を混流する。平成5年11月22日。ありがとうございます。